ココウウノトリ、ノトリ、コウノトリ、クグイノトリ、サコニアボイシアナは、超高校の鳥目コウノトリのかコウノトリ属に分類される鳥類。大韓民国、中華人民共和国、中華民国、台湾、朝鮮民主主義人民共和国、日本、ロシア南東部。模式標本の産地、基準産地、タイプ産地、模式産地は横浜市。 中華人民共和国北東部、ロシア南東部のアムール川、ウスリー川流域で繁殖し、冬季になると大韓民国、日本、台湾、香港、朝高中流域へ南下して越冬する。1980年代以降は中華人民共和国での越冬地が西へ移行している傾向があり、主にマサエで越冬する。2000年代以降は中華人民共和国での 越冬地でも繁殖が確認されている。日本では冬季に稀に飛来する冬鳥。まとまった群れとしては1993年11月21話が与那国島に飛来し翌1994年3月まで止まった観察例がある。日本で繁殖終年生息する個体群は絶滅した。分布域は東アジアに限られる。また、総数も 推定2000から3000はと少なく、絶滅の危機にある。中国東北部、満州地域や、アムールウスリー地方で繁殖し、中国南部で越冬する。渡りの途中に少数が日本を通過することもある。全長110から115センチメートル。翌朝58から67センチメートル。翼海長195センチメートル。体重5キログラム。 全身の灰色は白いが、風切り派は黒が混じる。くちばし長押す26.1から27.3センチメートル。くちばしは黒く、気分は赤い。目の周囲は、皮膚が赤く落出する。胞子は赤い。以前は、シーサコニア、現、ヨーロッパウノトリ及びその亜種、CC シーシーボイシアナの和名が、ウノトリとされていた。 ヨーロッパノの鳥との間に雑種ができるため足とする説もあったが DNA 交雑法では別種とされた。シュバシコウとノの鳥との間では2台雑種までできているので両者を同一種とする意見も有力である。この場合は学名がシュバシコウはサコニアサコニアサコニア、ノの鳥はサコニアサコニアボイシアナになる。河川、地消。 出現などに生息し、日本では里山に囲まれた水田や河川のある里地に生息していた。大陸部では9月中旬から10月中旬に渡りを始め、越冬地に10月中旬から12月に飛来し、翌3月上旬で止まる。日本の繁殖個体群は、渡りは確認されていなかったが、当期は個体数が減少する傾向があった。同志間で激しく争うこともあり、 中華人民共和国での報告例、2話で争って1話が、頭部を口しり疲れ死亡や、日本では2002年に、兵庫県と洋歌市に飛来して2007年に、死亡するまで止まっていた野生オス、通称八五郎の死因として、犬士から病気や重金属、汚染物質などが死因ではなこと、2006から2007年に、主に野生オスが再導入オスを攻撃した、目撃例が、 計36回あること、最後の争いの目撃例で再導入オスが野生オスを撃退したところが目撃されたことから、再導入されたオスとの縄張り争いによる死亡が示唆されている。成長になると泣かなくなる。代わりに、クラッタリングと呼ばれる行為が見受けられる。くちばしを叩き合わせるように激しく開閉して、音を出す行動で、ディスプレイや仲間との合図に用いられる。 魚類、カエル類、蛇類、蝶類の卵や、ヒナ、月脂類、昆虫などを食べる。水生動物は浅瀬で、蛇、蝶類の卵やヒナ、ネズミや昆虫などは乾燥した草地で捕食する。主にザリガニなどの甲殻類や、カエル、魚類を捕食する。ネズミなどの小型哺乳類を捕食することもある。繁殖様式は卵性。頭部を反らせ。 口しを叩き合わせて、クラッタリング求愛する。婚姻様式は、一夫一妻。出現に面した大木の木の絵に巣を作る。巣は、木の枝を組み合わせて作る。日本の繁殖個体群は、過去には3月下旬から4月上旬に繁殖していて、大陸個体群は4月中旬から4月下旬に繁殖する。2から6個の卵を産む。放卵期間は31から35日。 増奏、放乱、育数は、私有共同で行う。育数期間は55から70日で、6はすべてが、巣立つこともある。ひなは、孵化してから63から74日は巣に止まる。日本では、過去には6月下旬から7月上旬に巣立ち、大陸個体群は7月下旬から8月上旬に、巣立つ。主に木の絵に、私有で増奏する。 一さ3から5個の卵を産み、放卵期間は30から34日である。放卵、育数は、私有共同で行う。ヒナは、約58から64日で巣立ちする。伸び、伐採による餌草儀の減少、ダム建設、干拓、排水、乱獲による獲物の減少、農薬、原油、重金属などによる水質汚染、道路建設や、 電線の設置、人間の格乱によって生息数は減少している。大韓民国では1971年に最後のオスが密漁されたことで繁殖個体群は絶滅した。1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書愛に掲載されている。1999年の生息数は約3000羽と報告されている。 2005年における長考での個体数は1194話と報告されている。明治時代以前は樹上に止まったり映像したりしない単調と混同され、松上の鶴など絵画のモチーフになっていたとされる。日本国内では鶴と付く地名があるが、実際は冬鳥として飛来する単調などの鶴下の構成種ではなく本種と混同されていたと考えられている。 松の木の絵に巣を作る本種、鶴川、はアフリカに分布するカンムリズを除き木の絵に止まらないは、随調として鶴類と混同され、絵画や装飾のモチーフとして昭和初期まで用いられていた。日本ではもともとは広域に分布していた。19世紀には江戸市中でも繁殖していた記録がある。古文書から火災の樹上。 青山や倉前の寺院の屋根で餌奏していたとする記録がある。カール・ホガンベックも寸布城の木の絵や、横浜市で飛来していたのを目撃したと記録している。明治時代に乱獲により激減し、日本での繁殖個代群は、兵庫県田島地区と福井県若狭地区の個代群を除いて滅ぼした。田島地区、豊岡市周辺では、伊豆市藩であった頃に藩主により、 本種が霊長として保護されていたことから保護意識があり絶滅を免れたとされている。1908年には禁領とされ、1921年には生息地が天然記念物に指定された。1930年の田島地区での生息数は最大で約100羽と推定されている。第二次世界大戦中に映像地であった松林が、 小混油を採取するために伐採されたことや、食料増産のための水田を荒らす害鳥として駆除されたことにより、豊岡市周辺でも生息数が激減した。太平洋戦争前後の食料不足の中で食用にされたこともあり、第二次世界大戦以降は、水銀系農薬による獲物の減少や繁殖力の低下、1960年代に変死例、 繁殖の失敗が増加したこと、捕獲後に死亡した個体から大量の水銀が検出されたため、近親交配により生息数が減少した。1953年に種として天然記念物、1956年に特別天然記念物に指定された。1959年に兵庫県と四歌市での育ちの記録以降は繁殖が確認されなくなった。 1964年には、小浜市でヒナが孵化した例があったが、このヒナは育たなかったとされる。1965年から野生個体の捕獲と飼育下で繁殖させる試みが進められるようになった。捕獲された個体は短期間で死亡する個体が多く、闘争による死亡や刑事などの問題、前述した大量の水銀が体内から検出されたことが影響していると、 考えられている。1971年に、豊岡市で野生個体を捕獲したことで、日本産の個体群は野生絶滅した。この個体は捕獲後1ヶ月で死亡ている。1966年に初めて、神戸市立大子動物園が、以後は1972年に、多摩動物公園、1978年に、大阪市天王寺動物園などで、 中華人民共和国産の個体を導入して繁殖させる試みが進められた。多摩動物公園では中国から譲り受けて人工飼育を続けていた結果、1988年4月5日に国内初の人工繁殖に成功した。豊岡市のノ野鳥飼育場、後に保護増殖センターでも極東ロシアのハバロフスクから譲渡されたペアが1989年に 飼育家繁殖に成功した。大阪市天王寺動物園でも繁殖が成功し、国内飼育数を増やしている。兵庫県では繁殖成功後の1992年4月22日には野生復帰計画が開始される。その後、コウノトリ飼育場では近親交配を避けるため、何度か動物園やロシアからコウノトリをもらい受け、2002年5月5日には、 生育したものと合わせて飼育100羽を達成した。1999年に本州の再導入を目的として、兵庫県立高野鳥の5公園が開園した。2005年現在では、豊岡市の高野鳥の5公園周辺地域に、コウノト鳥の生息可能な環境が整備されつつあり、周辺の農家も農薬の散布を控え、無農薬栽培に切り替える等の協力をしている。 翌2007年も、包丁個体による産卵が行われ、一つのペアから一羽が、孵化した。このヒナは2007年7月31日に無事に、巣立った。コウノトリの野生での巣立ちは1964年に、福井県小浜市で、野生最後の巣立ち見られて、以来、実に43年ぶりであった。日本では激減、絶滅の原因となった乱獲、栄葬儀の伐採。 毒性の強い農薬の使用など禁止、規制されたものもあるが、出現、地消、ため池の干拓、排水、河川改修、他につげにや、新丹林などの放棄、補助整備による乾電化、水路のコンクリート化や農薬などにより、生息地や獲物が減少しているといった問題がある。2012年は再導入された個体数は約60%に達し、 2009年以降は、大陸から開来周年生息するようになった個体と繁殖させる試みも進められている。2018年現在は、再導入された個体のうち、飼育個体が100羽、野外生息個体が144羽の計244羽となっている。野外生息個体は増えるにつれて、有害鳥獣から農業被害などを防ぐための棒を取りネットや、 電線などの人工物に、コウノトリが絡まる被害が問題化している。2018年8月28日に、茨城県おみたましげたまり鏡栄の発電で棒、トリネットに絡まっているコウノトリ1匹が保護された。8月30日に死亡が確認された。日本では1885年に、恩師上野動物園で飼育された記録。 以後は少なくとも1923年1935年にも、がある。同種とされていた、ヨーロッパ港の鳥、キアシュ、シュバシコウと比較すると、闘争によって死亡することがあり、ペア形成及び、飼育下での繁殖が難しいとされる。兵庫県豊岡市下具に鎮座する、久々日神社には日本で、唯一の本種にまつわる伝説が残されている。 7つの外湯巡りで形成される木の先温泉には7つの外湯の一つに本種が傷を癒していたことにより発見したと伝説が伝わる大鳥の湯がある。ヨーロッパでは赤ん坊はコウノトリのくちばしで運ばれてくる。コウノトリが住み着いた家には幸福が訪れるという言い伝えがあるが本種ではなくシュバシコウサコニアサコニアであるヨーロッパに本種は生息しない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。